ありがとうございます。まずはさっき G1 決勝で、はい、まあ、あの位置が取れたのが大きかったです。確かにホームぐらいの動きですか、はい、どうですか、その余裕というか、まあ、バックあたりは。いや結構かかってたんで、ちょっと自分ではいけないかなと思って、はい、来られたらきつかったですね。しっかり我慢して直線勝負で、はい、まあ、飯島さんも、あのうまかした、なんですかね、好きにっていうか、無理すんなみたいな感じだって走らせてくれたんで、はい、それ大きかったですね。ちょっとまあ G1 決勝の舞台ってどうですか。いや、あのいつも武田さんのレース、ずっと応援してて、いつか走りたいなと思ってたんで、嬉しいです。やっぱりその生徒から転校ということもあって、競輪の結果っていうのが、あ、そうですね、はい、やはりここに来ないとっていうところありますか。ちょっとまだ実感があまりまだないんで、準決も初めてだったし、いや、はい、はい、そうですね。また一度経験できるとさらに今後が面白くなってくる、はい、はい、まあ、でも明日せっかく乗ったんでしっかり頑張ります。はい、お疲れ様です。